男子は以上、次は私たちだね。いやだな、マジで全員やるの？大丈夫？大丈夫でしょう、多分。まずいんだけど。思ってた以上にガッキガッキしてんな。次郎ちゃんはロッキンガールなんだね。これ全部弾けるの？まあ一通りは。女っ気のねえ部屋だ。何しくじゃ。次行こう。次、次は私、葉隠れだ。どうだ。おお、普通に女子っぽい。ドキドキすんな。プルスウルトラ正面突破かよ、ミネタ君。次は私だ。じゃーん、かわいいでしょうだ。おお、味気のない部屋でございます。おお、なんかこう、あまりにも普通に普通の女子部屋見て回ってると背徳感出てくるね。禁断の花園。次はアスイさんって、そういやつゆちゃんいねえな。あ、つゆちゃんは気分が優れんみたい。優れんのは仕方ないな。優れた時にまた見せてもらおうぜ。じゃあ最後は八百万か。それが私、見当違いをしてしまいまして、皆さんの創意あふれるお部屋と比べて少々手狭になってしまいましたの。でけえ狭。どうした、八百万。私の使っていた家具なのですが、まさかお部屋の広さがこれだけとは思っておらず。お嬢様なんだね。